ナルト、おめえここで何してんだよ。ラーメン屋に入り浸ってるはずじゃなかったのか。おめえこそいつもこの時間は寝てんじゃなかったのかよ。偶然だな。俺は今親父の仕事の手伝いしてんだよ。就任試験に受かっちまってから仕事はできるんだろって次から次へと仕事を押し付けやがって、はあ、めんどくせえ。でおめえはなんでここにいんだよ。俺も任務だってばよ。新しい師匠とな。ほう、ナルト、あの女を見たかの。わしの創作力を刺激する完璧なライン。まずはデートだの。お前約束を取り付けてきてくれんか。ああ、自分で誘えばいいだろ。わしは取材がある。そんな暇はない。あれが新しい師匠か。でもよ、すげえ新技教えてくれんだ。まあおめえがまともに使えんのは影分身だけだからな。誰が師匠でも一緒っちゃ一緒か。おい、なんだよその言い方。そうじゃなくてよ、単におめえの術は変わり映えしねえと思ってさ。もう見慣れてんのばっかだしな。はあ、じゃあおめえは影真似の術の方が上だってのかよ。夜とか暗闇じゃ使えねえじゃんかよ。昼も夜も使えねえよりはマシだろうよ。なんだと？勝負すっか。まずった。腕上げたじゃねえか。へっ、そっちこそ。しかし師匠のデートの相手くどくって、そんなもん忍術と全然関係ねえじゃねえか。好きな女なら自分で誘うよな。新しい術を教える以上は師匠の言うこと聞けってさ。俺をいいようにこき使ってんだ。それってただの怠慢じゃねえ。よくわかんねえけどよ、代理で口説き落とすってのは一苦労だぜ。女はとにかくめんどくせえし。しかまる、女のことを詳しくねえか。助けてくれってばよ。はあ、俺が嫌なこった。どうも苦手なんだよ女ってのは。わがままで口うるさいし、男が自分の思い通りになると思って。やっぱよく知ってんじゃん。なあ、どうすりゃいいんだよ。ったく。私を見初めた？知らない殿方なのにどういうおつもりなのか迷ってしまうわ。おつもりって？だから本気なのかってこと。そうね、贈り物をくれるようなら本気だということがわかるんだけど。贈り物？そうだ、チョコレートがいいわ。綺麗な箱入りのプレゼント用のチョコよ。そしたらお誘いに応じることにするわ。どこにあんだよそんなチョコ。
近くの店でも探すか。売ってるとこあんだろ。でもチョコレートってのはやっぱありふれてるのよね。誰でも思いつくプレゼントだもの。愛の告白にはやっぱり花束がなくっちゃ。私のね、欲しい花は決まっているの。ピンクで中心が黄色でたくさんの花をつけるのよ。とってもいい香りなの。それが私のお気に入り。どこにあんだよそんな花。森で探しゃ見つかんじゃねえか。よ。任せろ。俺も行くってばよ。待てナルト。何待ってんだよ。そこまで歩きゃいいじゃねえか。俺も簡単すぎると思った。トラップだな。心配しすぎだってばよ。俺が向こう行ってスイッチ動かしゃいいんだろ。しょうがねえ。俺はここで待機する。もし何かあったら俺の術で対応すっから。Hey!
せえな。でもね、思うんだけど。嫌な予感。今度はなんだよ。本当に欲しいのは真珠なの。大粒の高級品。有名なアコヤ湖の真珠ね。その人が本気で私に会いたがってるなら、贈り物は真珠にして。こんな苦労すんなら、おめえが師匠から習う新技ってな、よっぽどのもんじゃねえと合わねえぜ。